そんな松村さんですけど、はい、まあ、僕が若い時に、うん、まあ、ロッテ時代ですよ、はい、寮に馬裏の寮だったんですけど、はい、よく見てたのが電波少年、電波少年、はいはい、電波少年、あ、ガチガチ、まあ、ガチなのか、まあ、なんかほとんど ガチ的なところもあり、僕らは怖かったですよ。92年の7月ぐらいから始まったのかな。変な時期に集まったんで、土屋敏夫さんがなんかスタッフ集めるときに、みんなあの春の新番組でみんな仕事ちゃんとしてる人はみんな4月にスタッフは番組やるわけじゃないですか、はい、余ってる人たちに、はい、なんとなく来てもらったって土屋さん言ってましたからね。なんかあの仕事をやりにくそうな、なんかあの人ちょっと型破りで、はい、ちょっと私やりたくないってちょっと余った人たち、はい、なんか、まあ、しょもりのような、はい、荒々しい虫がいっぱい集まってるんですよ、なんかこう、はい、癖のある方たちが、はい、癖のある方たちが余ってて、はい、それが7月に集まってから癖のあるたちの悪いなんかこうのぶし番組が集まったんですね。そういうこと、はい、はい、あれ結構、まあ、僕も本当に大好きな番組でしたけど、身の危険を感じることで多々ありましたよね。ありました。海外とかやべんじゃねって見てて思いましたもんね。海外行くときはクロコダイルとかワニマリセンで叩くとかなんかね、怖かったですもんね。だって、はい、編集して終わった後、オーストラリアの言葉が分からなかったり、砂漠の言葉が分からなかったりするわけで、はい、そうすると通訳の人とナレーションの方を呼んでやるわけですよ、はい、そしたらオンエア見てたら、これはやっちゃいけないっつって、はい、もう本当片言の言葉ですごい向こうの通訳の方がこんなことやっちゃダメすげえ怒ってたんです。砂漠で僕が遭難した時は泣いてたって言いました。砂漠で自分がナレーションなのにナレーションの方が泣いてたって危ないロケって多かったんですよね。うん、日本テレビで勝ってたのかなと思いました。コモドドラゴンなんて今さんがやったけど日本テレビで勝ってんのかなっていうぐらいもうなんか勢いのいいコモドドラゴンがいました。コモドドラゴンがこう来たらお前こうやってこうけって、はい、コモドドラゴンそんな番組通り動かないって言うんですよ。そうですよね、確かに、うん、怖かったですよね。まあ、ディレクターの方もなんかもともと熊野水軍の末裔みたいで、はい、なんか結構怖い方だったんですね、はい、海賊だから俺よって脅してましたもん。俺はもともとこの荒い性格が海賊だったんだよバカ野郎ってなんでそんな言うんだろうっていうぐらいよく怒られてましたですね、まあ本当それこそ関係が怖い先輩と弱いいじめられっ子ですね、はい、そのいい関係だったんですけどね。電波少年のいやもう身の危険はたくさん感じたと思うんですけど身の危険ばっかりですよね、なんか100億のトパーズっていうダイヤを100億投げたいって言って投げたい、ね、投げたいっていうロケやった時に投げろっていうから言ったわけですよ。で本当に投げちゃったから、はい、本当に投げるバッグがどこにいるってことありますけどやりたいっていうロケで言ったんだろうと思うんですけどね、はい、今でもその映像って残ってる感じ。いやあれお蔵入りですね全部。あ、お蔵入りもやっぱり、はい、お蔵入りも多いですよ。あ、お蔵入りも多い。もう言っちゃいけないロケもありましたしね、はい、ちょっと申し訳ないけど朝原将軍のところも関係のとこも行きましたよ。取り持って行きましたもん、ロケ。あ、本当ですか。ロケ行きましたもん。あ、本当取り持って行ってますもん。じゃあ、もう、お蔵入りも本当多々あるんですよ。多々ありますよ。ミッチェルが大英に来た時、はいはい、ケビン・ミッチェル、はい、金が好きだって言ってミッチェルが、はい、俺全身金にして東京ドーム行ったらもう出禁だったんですね。もう東京ドームミッチェルミッチェルって言ってましたもん。でグラド入っちゃったんですよ、はい、東京ドーム入っちゃった、すんなりすんなりミッチェルな格好して、はい、ここで入っちゃって、はい、あれだってパスみたいなのが必要じゃないですか。入れちゃった、入っちゃった。そしたら松村さんどうぞって感じで、そうだったんで入っちゃったんですよ、はい、カメラも入っちゃったんですよ、はい、そしたら高橋芳彦さんが、はい、俺は見てないからなって帰ってきて俺は知らなかったってことだからな、見てないからなって高橋芳彦さんいなくなってますから見てるってあんなロケやっても全部送られてカット。これ TBS ラジオで呼ばれた時もグランドに入るなって言われましたもん。あ、そのミッチェルのロケ以降はそうなんです。石川明さんがいいよって言われても入れなかったですね。です TBS ラジオ出していただいた時も、はい、あ、野球場出禁になってしまったの、ね、出禁多いですよ。多いんですか。多いですよ。伊良部さんのロケなんて本当、はい、150キロの球を取らせてもらうっていうロケの時は、はい、それもでも早かったんで、はい、打たせてもらうっていうロケの時、はい、
玉がミットの音聞いてから振ってたような気がしますよ、ね、着払いってやつ着払いですよ、ね、いや本当ほっとってなんかそうだやってましたねすごかったですね裏場ですよねそれね裏場ですそうそうね川本投手の時はちょっとこう、はい、少し緩めて取らせてもらったりとか、はいね、そんな松村さんですけど野球が大好きなんですけど、はい、野球のその前のノムさんとか達川さんとか、はいはい、まあ、川藤さんとか、うん、野球のモノマネをこうがっつりやるようになったのはなんか電波少年も終わってたからゆっくり楽しく野球を見てたんですよね、はい、そしたらなんか解説者の方とか面白いなぁと思って、うん、ずっと掛布さんとか吉田芳雄さんとか達川さんとか、はい、みんなが面白いなぁと思って、はい、吉田芳雄さんとかがなんかこう山田選手が打席立って山田当たらんかいデッドボール当たらんかい山田とかねこう解説してたりずっと面白いなぁなんて思う、はいはい、加藤さんとかがあのね今、選手が一生懸命やってるときに質問しないでくださいってあの解説の時に言ってたら、しまってくれないね立川さんとかもね、よくやってらっしゃってたからねあのね、A ですよ日本放送のアナウンサーの方がちょっとこう、はい、間違ってたの菊池原ねえ、何しよう菊池原何しようって時に、一勝二敗ですって何勝と何勝、日本のアナウンサーの方間違ってました、ね、なるほど一勝2敗ですね、今のところ何勝かいよるよ何勝何敗じゃないよ何勝かとか広島弁に言うんじゃねえ何勝かって一勝2敗ですそれ、ね、何をしているのっていうことを、ね、何勝かーにゃーおー元気でやるよんか助かみそうですよーっつってね松村さんってもうタイガースファンじゃないですかそうですねでタイガースで、まあ、僕も本当大好きで福岡の猛虎会ですねじゃもう隠れ猛虎会ですねなかなかあと隠れ多いですよね多いですねどこ行っても、はい、隠れキリシタンみたいなね。だから僕その球界でいうところね ON の王さんとか長嶋さんとか神様みたいなそんなやつ本当に一番最初野球界で不安になったのが掛布さん、まあ、子供の頃ですよで掛布さんとお会いする機会があってで写真撮ってもらいたかったんですけど僕も、まあ、現役の時ですけどなんか恐れ多くて写真お願いできなかったっていうのがあって、いやそうなんですだから次掛布さんに会うことがあったらもう本当に写真を撮ってもらおうと思ってはいるんですけどなかなかあ、ねまあ、こんなご時世ですが、ね、会う機会はないんですけど松村さんも掛布さんとはね掛布、はいね、さんの前でも掛布さんやるんですか、ね、やりましたよ掛布、はい、さんと掛布さんが習志野高校なんでで掛布さんのご出身の芝を二人で旅をする真似して真似され二人旅っていうロケを掛布さんが通ってたラーメン屋行ってラーメンを食べる旅ね、はいはい、で掛布さんが本当それ好きで食べてたんですよね、はい、いや本当マスターのラーメン習志野以来ですねこうやって美味しくいただきましたって汁まで飲んでペロペロってこう本当ちゃんと汁までいや本当美味しい高校時代もこのラーメンにどれだけ励まされたかなと思いますねで習志野高校っていうのは千葉の御宿で合宿するって千葉の御宿で、はい、もう御宿のラクダを見ながら、うん、やっぱノックをずっとこう してもらいましたので、まあ、そういった意味で親父と一緒に野球やった意味とそしてその千葉御宿でこの海岸を走りながら海に飛び込んだのがやっぱなんかこれもいい時代だったなと思って思い出深いですねって言ってました掛布さんが、はあ、それもう丸ごり今完コピですよねそうですね掛布さんがそれをおっしゃってましたんでね、はあ、ただ掛布さんと真似して真似され二人旅ってこう行った時に掛布さんのお父さんも野球監督さんで掛布さんとかにノックした時に誰かがエラーするともう一回サードからノックを掛布さんのところにノックしてるでそうするとセカンドにあんまり上手くない人がいてそれが弾くんですよ、はい、それだからもう一回掛布さんからノックするんですよで掛布さん大変じゃないですかで一回もうそういうのが嫌で俺やってられるかって言ってグラウンドから出ようとしたんだよ、はい、そしたらやめちまえって言った時にもう一回掛布さん戻ってきたんですけど、はい、あのまま掛布さんが逃げてたら、はい、お父さんはもう二度と野球やらさなかったいうぐらい厳しくしてただから、はい、いや下手くそな選手をバカにしちゃダメだっていうことですよね、スクローズ の、はい、藤山監督が山下慎二さんに、はい、いかけんじ、はい、あ
相手をもうやること、それが愛なんやということが非常にこう感じましたねっていうね、影尾さんっていう部分じゃ感じましたね、誰かエラーすると影尾さんからやるんだけど、影尾さんが一回はぶてるっていうか、こう野球一回離れようとしたから、それすごいお父さんが怒ったっていう、お父さんもすごい人だったっていうね、若い頃なんか NHK の番組で影尾さんお父さんと一緒に出てたのを見たことありますけどね。あ、そうなんですか。親父ですそこはね48本のホームランを打った時は球団記録びっくりしましたね。藤村文雄さんの46号を破って、はい、田淵さんの45号を破って、はい、影尾さんが、まあ、田淵さんがトレードになった年に、あの僕は影尾さんってヒット制動機みたいな感じかなと思ったんですよ。はい、だどんどんホームランの数が増えてって、最後48本打った時は、はい、ホームランバッターとして掛けさん、田淵さんがいない分自分がやらなきゃいけないっていうことで48本打ったんでしょうね。はい、その時外野に広島の岡さんが、はい、よじ登って1本取ったんですよ、フライを。そうなんですか。本当は49本。あっちゃん。本当は49本。岡さんがもう猿のように登って取ったから、あれ良くないよ。山本浩二さんに取らせたかったって分かるけど、よじ登ってまで取っちゃダメ。そうそうだね。そうだから僕も中学3年の頃に、中学3年の頃にそのバース掛け算岡田さんの3連発をもろにやって中学生で見てたんで、もうそれは本当衝撃的で、まあ、当時はタイガースファンですから、掛布さんっていうのは僕の中では本当に特別な存在。福岡のまだライオンズが来てなかったんですよね。そうですね。僕がね1年生の時まで、小学校1年生の時までクラウンライター、その後に西武に、なって所沢に、移転したっていうところ。真由美さん、竹野下若菜さんがね、そうそんな時代に来て、だからまだね東尾さんがいらしたんですよ、1年生の時。まだ平和大球場が遺跡が見つかる前ですね。そうです、そうです、はい、だから僕も平和大球場はもう高校野球の時にもずっと使ってましたんで、だってライオンズの福岡って感じでしたもんね。そうですね。今国外でホークス、もともとホークスは北海ホークスですもんね。そうですね。ほら、あの本当平和大球場で大堀高校ご出身の森山さんがピシャリとこう初勝利あげたってだけでも、膝元は埼玉なんだけど福岡の人はあーってこう、ね、みんなライオンズ応援してた時期もありましたね。ありましたね。だから当時は本当にだからホークスが福岡に来て、ホークスファンとまだライオンズのこう名残といいましょうかね、二手に分かれたんですね、福岡ね、結構ね。そんな中、阪神の掛布さんを、僕は掛布さんのファンでしたね。そうそう、最近まとまった掛布さんお会いしました。なかなかね、このご時世 YouTube にゲストで来ていただいたと、あとご連絡時々メールでいただいたりはありますけどね。僕は当然あのご連絡先は、ね、存じてないので、もし松村さんが今度ご連絡するときは前田さんに書いて、書いたかったって、前田さんが掛布さんのファンだったっていう話は、はい、はい、やっといてこれ YouTube 見ていただいたらそうですね。どういうとこがやっぱり掛布さん、いや、もうやっぱりホームラン、左、同じ左バッター、僕はピッチャーでね、掛布さん打者ですけど、なんかもう、ホームラン打つ掛布さんがかっこよかった。江川さんからホームラン打つ掛布さんが、なんかすっごくかっこよく見えたんですよ。なんか体全体を使いますもんね。そう、そうなんですよ。あの打った後のこれが、すっごくもうこう、もうかっこいい印象じゃなくて、バッターといえばもう掛布さんみたいになりたかったみたいなね。まあ、結局は最終的にピッチャーとバッターですけど、まあ、それぐらいの憧れの存在だった。バッターになってたら掛布さんみたいなバッターに憧れて、そうですね、あの小さい体ですから体全体を使うんですよね。そうですね、クラッともう絞り絞り切れるぐらいこう振ってるっていうイメージですね。そうですね、田淵さんとかみたいな感じとまたちょっと違いますからね。僕もこうね、こう YouTube とかでいろいろこう話をさせていただいてるんですけど、本当にこう掛布さん愛を喋るのって初めてなんですね、実は。そうだからこれも松村さんが今日ね一緒にね、YouTube やってくれるっていうところで、だから松村さんの今日掛布さんをたっぷり聞きに来たんです。はい、よが言うなら前田君が阪神入っててもよかったかなと。あの年の1位は誰ですか、前田君の時の阪神は。中込さんです。あ、そうか、神崎工業からね。ちょっと本当はあの甲府、はい、甲府商業かな、商業、トシちゃんと一緒だから、トシちゃん、中込君とか山村君はね、はい、ああはいはい、田原トシ君、あ、そうなんですね。
だから長込君はちょっと1年神崎工業行かして球団職員1年間やって阪神入ったっつって、まあ西武が伊藤勤さんを球団職員で所沢の高校に行かしたパターンを阪神もやったんじゃないですかね。そうそうですよね、球団職員ってやっぱり、前田君が入ってたらまたちょっと違ってたかもしれません。違ってたでしょうね、はい。まあでもね、掛布さんがやっぱ当然ね、タイガースですから、タイガースに憧れはありましたけど、まあもうね、その辺はじゃないか、ここがこう指名するんじゃないかっていうのはね、もう大体こうメディアがもう当てるじゃないですか、ドラフトの時って、はい、阪神はもうなかったですもんね。そああそうですか、ね、まあ、僕はもう大人の事情でね、こういろいろ振り回されて最終的にはロッテだったっていう形になりましたけどね。今はでもまだロッテいいんじゃないですか。なんかロッテってなんかちょっと空気変わりましたね。今はいいですよ、はい、今は人気球団ですよ。ちょっと、はい、なんかみんなジャンプしちゃってましたけどね。そうそうそう、でジャンプしてね、大谷落ちますけど、ね、はい、で今あの松川キャッチャーとかもなんか開幕スタメンじゃないかみたいなね、いいキャッチャーね、井口さんもなんかイメージなんかこう、はい、空気が良くなった感じしますね。なんか本当に変わってきましたね。もうロッテも地味なイメージがなくなりましたね。そうですね、はい、マイクさんがあのロッテ FA た時、はい、なんかないかなって言ってガムは食い放題だったってガムは食い放題だったガム食べ放題ね、コアラのマーチは食べ放題だったそう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 、まあ、嘘か誠かわからないですけど、そう、レギュラー選手たちは試合に出てるから、はいはいはい、そのレギュラーで出てないこのベンチ入りの選手がロッテのお菓子を食べてブクブク太っちゃったらもう出さないお菓子チョコレートは出さなくなったっていう話は聞きましたね。それはもうガムだけみたいな。宣伝するとやっぱ食べますもんね。そうそうそう。俺も食べてベンチで食べちゃう。幕張千葉まで見に行った時、はい、142キロって言ってたけど、なんかシュートとかカーブが入ってるのかなと思って、はい、142キロコアラのマーチって入ってます。なんか休止かなと思ったらお菓子がちゃんと一球一球スポンサーになってますよね。はい、そうですね。ねえ、そうなんです、クルミントとか入ってますもんね。ブラックブラックとか。ブラックって言うか、1球投げるたびに、ね、このロッテの商品がポンとね、ポンと出ますもんね、雪見大福雪見大福入ってますもんね。まず、あ、球場とか行くんですか。球場行きます。あ、どこが多いですか。あ、まあ、神宮多いですけど、一時甲子園が一番多い時もありましたけどね。じゃあ東京ドームも行きますし、はい、ちなみにもやっぱ近いから行きますね。そうですか、ね、じゃあ結構、はい、甲子園多かったですね。よく行きました。帰りの電車は中村勝弘さんとたまたま一緒だった時ありますよね。帰りこう歩いていくとこまで、はい、そうですねってこう低い声でいいですね、そうなんですか、中村勝弘さんとこう一緒に電車に乗ってって帰ったこともあったですね。なるほど、今日中村勝弘さんと一緒させていただきましたって掛けさんに言われた、あ、そうまちゃんそういう感じで球場よく行きました本当に、もうなんかあの頃ってもうコロナじゃなかったからちょっとグラウンドも入れてたし、まあそうですね、まあ、バッティングピッチャーの清原雄一さんがいたり、片山大地さんとかのペンキャッチャーさんがいたり、みんないたり、はい、なんかこうお話ししたり、はい、昔当たり前だったことが実は当たり前じゃない、ありがたい、はい、すごくありがたいことで、今思うとこう、コロナのない時代っていうのはこう普通のみんなとこうお話できるっていうのは、うん、野球関係ない時にも、はい、みんなとこうできるっていうのはいい時代だったんだなと思いますね。そうですね、本当にそう思いますよね。だからもう今年はね、本当にこう満員になる球場がね、まあどうかな、まあ満員はね難しいかもしれないですけど、本当にね、お客さんがね、本当にもう満員ぐらい入れるようになるといいですね、やっぱりね。それいいですよね、まあまあ満員になって、まあいろいろあるけど、そっちがいいように思いますね。そうですよね。松村さんともね、こうコロナ前は球場でね、会ったりしてましたもんね。そうです、そうです。ドームに行ったら、松村さんみたいなね、はいはい、会えていたんで。それと四谷のアボさん行って一緒に行ったこともありますもんね。そうですね、はい、中村武さんと落合英二さんもいらっしゃって、そうですね、中村武さんが花園高校だからって俺秘密の花園を歌ってたんですよ松田聖子の秘密の花園を歌ってましたよね。これはね、本当にそう109対0でアブさんで、確かに、まあ、落合さんと中村さんと僕とで、ここでアブさんで食べました、はい、で事務所がもうすぐお隣なんで、はい、ね、松村さんが来てくれて、で一緒にこう、はい、でじゃあちょっと飲み行きましょうかつって飲み行ってカラオケみたいなところに行ったら、もう松村さんが放送できないような、もう放送できないような、放送できません、もうこれはおしゃべりできないですけど
とんでもなく面白いことをやってくれて、もう後ろから前だ雪長とか言ってたなんだもうね、もう本当にご紹介したいぐらいですけど、ご紹介できないという、ね、後ろから来ないからね、もうそれぐらいのモノマネといえばね、もうまた、まあ、大得意ではね、まあ、まあ、お仕事ですけどもね、そんなこともできるのかというのがね、まあもちろんね、個人的に知りたい人はね、僕に会いに来てくれれば、松村さんも別にこんな特技あるよっていうね。あとアブさんに飲んでらっしゃる時も、子供たちを教える、はい、チームのね、はい、方と一緒にこう来られて、ああそうですね、みんなで飲みましたね、はい、この間、そうですね、コロナ前ですね、2、3年前に、そうですね、はい、で松村さんとまたそこで一緒に飲むと、うん、お隣なんで松村さん来てくれるっていう感じでしたね、はいはい、弟さんも元気ですかね、お兄さんですかね、なんかアメトークが好きだったっていうの、兄貴です、あれお兄さんですかね、はい、はい、元気に、やっております、ありがとうございます、すごい毎週見てる、はい、ね、はい、そうですね、はい、相変わらず元気にやっております、ねえ、あ、ほんとだから、いろいろといろんな局行っても、KBC 行ってもどこ行っても、こう、前田さんってみんなに愛されてますね、本当。ありがたいことに、本当にね、よくしていただいてますね。はい、本当におしゃべりでよかったですね、僕ね。本当ですよ。若い時からそういう経験もあるけど、だけど、天性のね、この明るさっていうのが、はい、なかなかないですね。優勝した時も、祝賀会の時も、上原さんとかが、もうなんか、だいぶ先輩の前田さんつかまえて、はい、なんかこう、ね、とんでもないツッコミ入れてても、クネクネ、あーって思ってましたもんね。そうだから、僕チョコって呼ばれてるんで、ね、普通だったらね、後輩だったらチョコさんとかね、前田さんだけど、はい、チョコって言いますから ね、 ね、後輩のコンスか、ね、後輩なので、上原さんはい、たまにゴルフはやってるんですけど、いやいや、みんなに愛されてますね。みんなでこうビールかけやってもらって、昔ジャイアンツ優勝した時、福王さんが、はい、誰からもビールかけられない、自分でかけてました、なんか福王さん自分でかけてましたから、まあまあ、まあまあ言うんですけど、ちょっと メジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり、取りを図ってこういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがね、できるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね、待っていますので、ラプソード計測やってみませんか。